岸田内閣の支持率が急落しています、えー。今日発表された時事通信の世論調査では、えー、支持率が32%で、不支持率が40%という最近でもかなり稀に見る低い支持率ですね。で、まあ普通の政権だと、政権末期とも言われるような支持率。 なんですけども、えー、その理由を見てみますと、国葬問題と、統一協会問題。もうその二つに尽きるわけですね。で、まあその原因は明らかで、朝から晩までワイドショーでですね、その統一協会の問題やってるから。で、まあそれをほっとけばいいのに、岸田さんが、 これを統一協会との関係を断つというふうに自民党総裁として宣言してでそれを自己申告で報告させるということやったら179人出てきた。でこれでまた大騒ぎになった。でもう一日中いろんな人のね誰それさんがこういうふうに引っかかってるってのがもう次から次に出てくると。ほいでまあそれで 私はが埋め尽くされるから、見てる人はもう自民党はいかにも悪いことその悪い政治家の集団だというイメージを持っちゃうわけですね。で、どんどん追い込まれていくというかなり悪いパターンにはまってると思うんですね。で、じゃあこの接点とは何なのか。なんかその、収賄で金もらったとか、そういう話じゃないわけですね。選挙でボランティアが応援したと。これ何の、 違法行為でもないわけですね。で、世界日報のインタビューを受けた。これも違法行為じゃないわけですね。じゃあ、例えば、公明党が総科学会の支援を受けるのはこれ、なんか接点持ってたら、まずいのか。公明党が全員総科学会に接点持ってることは明らかですよね。でそういうふうに言うと、いやいや、それはね、総科学会は合法だけど、 統一協会は反社なんだと。反社とは何ですかと、ね、反社ってのは、まあ要するに、その、まあ警察の言葉で言えば、反社会的集団って要するに組織暴力のことですよね。統一協会いろんな問題を起こしてるけども、暴力行為はやってないわけです。刑事罰は受けたことあるけども、暴力は振るってないわけです。したがって、いわゆる反社ではない。 それじゃ違法行為があったのか。これはまあ民事事件は20年ぐらい前にたくさん起こうしましたよね。でもこれは要するに信者と、元信者と教団のトラブルであって、国が介入すべき問題ではないわけ。で、現任に介入してないわけ。一件だけ2009年に連関商法で関連会社が捕まったことあるけども、この時も統一協会としての責任は認定されてないわけ。 したがって、接点自体に違法性はない。統一協会に反、が反社会的な集団だという事実もない。で、その、それを反社会的な集団だと認定せよという根拠になっている刑事罰っていうのは、統一協会自身の責任は認定されていない。したがって、文化庁も、 統一協会に解散命令を出せたね。そういうこう、野党やなんか、ヒアリングで言ったんだけど、それに対して解散命令を出す要件を満たしてないと。いうふうに言ったわけですね。この解散命令を出す要件っていうのは法律で決まってるわけじゃないんだけども、今までの2件、オウム真理教を含む2件は、幹部が刑事罰を受けた。いうことが要件になってる。 で、統一協会は、うん、刑事事件を起こしたことあるけれども、幹部が刑事罰を受けたっていうことはないわけですね。従って、解散命令を請求する要件を満たさないと。これは前川喜平さんも昔そういうふうに国会で答弁してるわけ。つまり、このね、統一協会の騒ぎっていうのは、まあ何にも中身がないわけですよ。 それなのに、こう、わわわわ騒いで、それに、下手に、岸田さんが、こう、答えるもんだから、ますます騒ぎが大きくなっていく。いうことになっちゃってる。で、179人もいたら、まあ、いくらでも、おじくれば、なんか、なんか出てきますよね。別にそれが、法的な問題はなくても。ということで、この問題は、かつての、森友、家計、桜みたいな、 中身のない、長期的なスキャンダルになるんじゃないでしょうか。